はい、皆さんこんばんは。長岡 HR420 ももすけです。今日はね、いぶきレピーターの話をしたいと思います。よくよく考えたら、いぶきレピーターの真冬のね、メンテナンスに行った時の動画とかあげたけど、レピーターそのものについて紹介したことなかったんじゃないかなと思うので、今日は話をしたいと思います。伊吹山は岐阜県と滋賀県の県境にある1377メートルの山です。まあ、どちらかというとね、滋賀県寄りに山頂があるんだけども、そのね、山頂にある山小屋のテレビアンテナのマストにね、同居させてもらって伊吹レピーターを設置しています。一応伊吹山の山頂からの見通し範囲っていうのを立体地図で計算してみるとこんな感じになります。理論上ね、この東西に見通し範囲が広がってるので、まあ今ピンク色に塗られてた部分ではアクセスが可能なはずなんだけど、実際のところ山頂よりも西側にあるんだよね。なのでどっちかっていうと2エリアよりも西側の3エリアによく飛んでます。ちょうどね、この間黙々ミーティングに来た帰りのもぐすけが、滋賀県のね、草津のパーキングエリアからレピータにアクセスしてみてくれました。ちょっとね、動画届きました。兵庫 TF246 入管ありますか？兵庫 TF246、 こちらは長岡 HR420 岐阜県垂井町、どうぞ。はい、了解です。兵庫 TF246、草津パーキングですね。伊吹レピーター経由、こちらは長岡 HR420 岐阜垂井町自宅屋上です。はい、メリット5です。メリット5で良好に入館してます。兵庫 TF246、 こちらは長岡 HR420、 どうぞ。はい、という感じで、まあ、2エリアのね、ノービ部屋側からも使えるし、こんな風にね、西側の滋賀県、あと大阪とかね、淡路島からのアクセスをしてもらったこともあります。ぜひまたね、いろんなところからアクセス試してみて、こっから繋がってよとかっていうね、報告をくれると嬉しいななんて思っています。2エリアは今、藤原レピーター、伊吹レピーター、あと伊比レピーターね、3つ山岳広域レピーターを設置しているので、まあなんかね、こうレピーターアクセスチャレンジのイベントなんかもね、やると面白いかもしれないですよね。みんながね、一斉にやると、あ、こんなとこで聞こえるんだっていうね、意外な場所で聞こえる発見とかね、あるんじゃないかなと思います。またその辺ね、みんなのリクエストに応じてイベントも企画してみたいなと思います。ということで、今週もお仕事頑張ってください。以上、長岡 HR420 ももすけでした。バイバーイ。登録こういう感じ。